ご視聴ありがとうございます。楽しいノブビューの原です。2月の19日に京都行ってきました。で、家の用事で京都に行ってきたんですけれども、いただきます。京都離れる際、 JR の京都駅のところでも、ものすごくこの土産を扱っている、京都土産を扱っているところがあって、まあ京都市内というか、京都で何買っても、何見ても京都の思い出になるし、京都のお土産になるのかなって私は思ってるんですけれども、もうものすごいお土産、こんなにいろいろあるんだっていう感じで、この広がってまして、京都のお土産を売ってるところが、で、私兄と一緒に行ったんですけれども、まあ食べ物とか今回買わないつもりで、まあ途中兄と離れて行動したんですけれども、まあうちに帰ってきたら、兄が京都土産ってことで、このかまぼこをくれたんで、これからまず京都土産紹介していきたいな、紹介しようかなと思ってます。楽しいノブビューのこの後の動画、京都土産がしばらく続きますんで、興味のある人はチェックしてほしいなと思います。一緒に行ったんですけれども、私がいただいた京都のかまぼこ、茨城屋さんのかまぼこを開けてみましょう。私そんなにこの京都土産のお店のこととか知らないんですけれども、ちょっと今ネットで調べてみますと、かまぼこの老舗で有名なところらしいです。こんな食べたことあると、何一番って言うんでしょう、ちょっと読めないですね。京都かまぼこ茨城屋、2月の27日ですね。もうまだまだいいのかな。なるほど。そしてもう一つ、同じものでした。ありがたい。これが一緒に入ってますね。だから切っていきたいと思います。一つ食べてみましょう。じゃーん。これネットで調べたら、ハモ一番と読むそうですね。ハモだそうですね、これ。ハモが入ってると、ちょっと、まあ、醤油があるといいなって思うんですけど、このまんまで食べてみましょうか。口当たりが日頃スーパーで食べてるのとちょっと違うなって感じです。京かまぼこ、茨城屋さんのハモ一番でした。おいしい。ごちそうさま。